ナナ、水が重いって感じ、わかるかな？どういう意味かって？言葉の通りじゃん。本当に重たいんだよ、水が。俺ダイビングやっててさ、そう、スキューバダイビングってやつ、ボンベ背負って南の島とか海に潜って海中散歩とかシャレ込むやつさ。遊びじゃないぜ。最初は趣味で始めたんだけど、今じゃダイビングスクールで講師なんかやってんだから、まあダイビングのプロと思ってもらっていいよ。あ、話飛ぶけど、俺の実家田舎でさ、近所に大きな池があんだ。その池ってのはなぜか名前がなくって、近所の人はただ池って呼んでんだけどさ、1年前の夏、俺が久しぶりに親の顔を見に実家に帰った時のことさ。近所の小さな女の子が昼間一人で遊びに出たっきり帰ってこなかったんだよ。名前忘れちゃったけど、あ、5歳ぐらいの女の子だったよ。女の子の行方を探してるうちに、その池の近くで彼女を見かけたって人が出てきてね、これだけ探して見つかんないんだったら、もしかして池に女の子が落ちちゃったんじゃないかってことになったんだよ。その池は深さは大人の肩ぐらいで、そんなに深いってわけでもないんだけどさ、5歳の子供が落ちたら溺れるのはまず間違いない。大人だってパニックを起こしたら膝ぐらいの深さの水でも溺れることがあるっていうから、子供ならなおさらだね。ついにその池を探ろうってことになって、俺にお呼びがかかったんだ。山に囲まれた田舎のことだから、この近辺でダイビング経験者は俺だけだったらしい。田舎って噂話が好きだろ。俺がダイビングやってることは結構知られてたみたいなんだね。子供の捜索にぜひ協力してほしいって頼まれた時、正直なところ断りたかったよ。だってそうだろ、潜るのは綺麗な海だからこそ楽しんで、汚い池、それも池の底に水草が山ほど茂ってるような大変なところへ死体を探しに行くのなんて遠慮したに決まってるさ。でも近所の手前、嫌だなんて言うわけにもいかないしさ、結局手伝うことになったんだ。参考にしろってことで、いなくなった女の子の写真を見せられた。遊園地で母親らしい女性と手をつないで写ってる写真だった。可愛らしい子だったよ。近所の子にしては珍しく肌が白くて線の細そうな子だった。翌日早朝から池の捜索を開始した。池の中に潜るのは俺だけ。後の連中はゴムボートの上から竹竿で水底をつついたり、池の周りを探すことになってた。俺は池の中に潜った。予想してた以上に水草がひどかった。大量に生い茂った水草で視界は塞がれるし、ウェットスーツにその水草が絡まりついてきて、思うようにこう動けない。俺が少女の死体を見つけたのは夕方になって日がこう傾きかけたことだった。水草の中に青白い肌が見え隠れしたんだよ。俺は慌てて水草をかき分けて少女と対面した。少女は激しくもがいたせいか、全身に水草が絡まっていて、もう少しで見逃すところだった。水草の間から覗く少女の白い肌は青白く、水を吸って肌がブヨブヨに膨らんでいた。俺は顔を探して、そして見つけた。溺れて苦しかったんだろうな。写真で見た可愛い顔の面影は少しもなく、苦悶に満ちた表情をしてた。ダイビング仲間から水死体を見つけた話を聞いたことがあったんだけど、話に聞くのと実際に見るのとじゃ、大違い。気持ち悪くなったけど、俺は込み上げる吐き気をこらえて、心の中で少女に向かって手を合わせた。いや、そうしないと少女に悪いような気がしたんだ。それから俺は少女の遺体を回収にかかった。早いとこ終わらせたかったね。水草がひどく絡みついて簡単に外せそうになかった。それには、俺は一日中池に浸かりっぱなしで疲れが極限に来てた。夜になったのと俺のくたびれきった様子を見て、捜査の責任者は明日の朝早くに死体を引き上げることに決めた。俺は重い体を引きずるようにして家に帰ったんだ。家に帰った俺は取るものもとりあえず風呂場に飛び込んだ。池の水はぬるりとして臭かった。一刻も早く全身から池の匂いを取り去りたかった。それにあんな死体まで見たとあっちゃなおさらだ。俺は裸になりシャワーの蛇口をひねった。熱い水が勢いよくほとばしり、
全身に染みついた池の嫌な匂いを洗い流していった。冷え切った体も心もお湯の力でほぐされていった。この気持ちよさ、わかるかな。俺はあんまり気持ちがよくて鼻歌を歌いながらシャワーを浴び続けた。その時さ、突然水が重くなったんだよ。どういうことかって、言葉通りだよ。水の一滴一滴がなんというか、水銀みたいに重くなったんだよ。それまで俺の体を優しく包み込んでくれたお湯が、今度は俺の体をこっぴどく痛めつける。その上、水は体にベタベタまとわりつくんだよ。俺はお湯を止めようとして慌てて蛇口を閉めた。しかし蛇口を閉めても気持ち悪いお湯は一向に止まらないんだよ。俺は気持ち悪くなって湯をそのままにして風呂場を飛び出した。俺はガタガタ震えながらタオルで体を拭いた。でも水はねっとりと俺の体に絡みついて拭き取れないんだよ。俺はゴシ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 全身をタオルで擦りまくった。その時聞こえたんだ、ゴボゴボゴボって。ほら、排水口みたいな音。あれだよ、それに混じってかすかに人の声が聞こえたんだよ。何を言ってるのかわからなかったけど、それは間違いなく人の声。それも小さな女の子の声だったんだ。その後の記憶は飛んでるんだ。気がつくと俺は暗闇の中、あの池のほとりに全身ずぶ濡れで突っ立てた。手にはナイフを持ってた。俺は一体どうしちゃったんだって思って、ふっと足元を見た。するとあの女の子の死体が転がってた。あれだけ絡まってた水草は体のどっこにもついてなかった。おそらく俺は水に潜って少女の死体を引き上げたんだろう。でも風呂場で少女の声を聞いた後のことは一切思い出せないんだよ。どうしてそんなことをしたのかってことも、今や思い出せるのはあの感触だけさ。重い水の感触だけ。わかるか、水が重いんだぜ。